酒だ。どうぞ。おい、聞いたか？また例のやつが出たらしいぞ。例のやつ？神出鬼没の謎の盗賊だっけか。ああ、今度は商人が仕入れたばかりの金細工をやられたとさ。この間の貴族の家といい、警備の厳しいところばかり狙われてるな。何者かは知らんが、大した盗賊もいたもんだぜ。あそこの警備は見かけ倒して盗みやすかったぜ。おいおい、同業の盗みに感心すんなよ。まったく情けねえな。俺たちも謎の盗賊ぐらいでっかい盗みをやってやろうぜ。そうだな、兄弟。そうか。そうだな。それでな、テリオンだ。兄弟。おかわりだ。どうぞ。
ひょっとしてお客さんも狙いはレイバースケのお宝で。悪いことは言いません。あのお屋敷はやめた方がいいですよ。この前もまた忍び込んだ盗賊が一人衛兵に突き出されました。またそんなに捕まっているのか。もう20人は超えているでしょうね。盗賊殺しのレイバースケ、その筋では有名な話です。城どころか町一つを買い占めることができるほどの秘宝。そんな噂を聞いた腕自慢の盗賊たちが次々に挑んでいますが、返り討ちに遭っている、そういうことか。いまだに秘宝を盗むどころか拝んだものすらいない。今噂になっている神出鬼没の盗賊だって無理でしょうね。なるほど、酒の魚にはもってこいの話だな。お客さんはかなりの腕でしょう。こういう店をやっていると自然と目が利くようになりまして、だからこそ忠告しておきます。あそこだけはやめておいた方がいい。ああ。次はこっちも酒の魚になる話を持ってくるさ。申し訳ありません。
だから。ダメだ。そんな。ダメだ。だから。お？あんた。ああ。
泥棒だ。逃がすな。兄弟。おお。探すぞ。兄弟。そうだな。何？ダメだ。
そうだ。あ。待て。ありがとうございます。さて。一丁かますか。行くぞ。さてと、ほら。行くぞ。ざっとこんなもんよ。ざっとこんなもんよ。一丁かますか。こいつか、レイバースケの秘宝とやらは。ただの宝石のようだな。それほど価値があるようには見えないな。
価値ということであれば。もっともそれに気づくかどうかは別の問題でしょうが。何者だ、あんた。この俺に気配を悟らせずに忍び寄るとは。何者かと聞くのは本来こちら側ですよ。しかしここまでたどり着くとは素晴らしい腕をお持ちです。褒めても何も出ないぞ。そのようなつもりで申し上げたわけでは。素直に称賛として受け取ってください。何しろここまで来ることができた最初の盗賊なのですから。腕自慢の盗賊であればいずれ挑みたくなる。この屋敷の警備はあえてそのように厳しくしております。どういうことだ。例えば酒場の店主、彼には目をつけた盗賊に屋敷のことを教えるように頼んでいます。つまりわざわざこのお宝を盗賊に狙わせるよう仕組んだのか。そういうことです。なかなかに察しがよろしいようで。厳重な警備で守られたレイバース家に眠る秘宝、腕自慢の盗賊なら狙ってみたくなる。実際あなたも狙ってきたでしょ。待っていたのですよ、そういう盗賊をね。おびき寄せられたってことか。その通りでございます。だがなぜそんな真似をする。それを語って差し上げる必要はございません。申し遅れました。私の名はヒース・コート、レイバース家の執事でございます。気配を殺し俺の背後を取る、そんな男がただの執事だ。まあいい、おびき寄せられた上ここでムザムザと捕まる気はない。帰らせてもらうとしよう。残念ながらそうはいきません。あなたを逃がすわけにはいかないのです。ひんやりするぜ。行くぞ。ぜ
ひんやりするぜ。さてと、やるぜ。ひんやりするぜ。上がってきな。上がってきな。ほら。ライフスティールだ。やりますな。若い者にはまだまだ負けないつもりでしたが。何者なんだお前は。到底素人の動きではなかったぞ。ただの執事でございますよ。しかしこの勝負、私の勝ちです。何？これは。その腕は一発の盗賊ならご存知でしょ。罪人の腕は別名愚か者の腕は。盗みをしくじった間抜けにつけられる屈辱の証。外せ、今すぐにだ。外しませんよ、簡単には。当家の宝を狙うような腕自慢だからこそ、その腕輪は非常に効果がある。盗みをしくじった間抜けの証。腕輪を見られるたびそう思われる。あなたの誇りが許さないはずです。取引するには十分な材料でしょう。取引だと。当家に盗みに入ったこと、衛兵には届けずに差し上げます。誰だ。ご挨拶が遅れました。私はレイバース家の当主、コーデリア・レイバースと申します。そのお嬢様が盗賊を罠にかけて一体何を企んでいるんだ。その申し訳ございません。実はあなたが狙ったその宝石は流石という当家の家宝なのです。流石。はい、当家には代々4つの流石が家宝として伝えられてきました。4つ。ここには1つしかないが。はい、私の両親が亡くなった時、その混乱に乗じて一度はすべての流石が奪われました。しかしヒースコートがこの青流石を取り戻してくれたのです。それで
泣ける話らしいが、俺には関係ないことだ。ですから、関係あるようにさせていただきました。残り3つの流石を取り戻したら、腕を外して差し上げましょう。そういうことか。最初からその役をおびき出すための。ごめんなさい。そうでもしなければ、残りの流石は。大した玉だ。あんたも、お嬢様も。そのような罠にかかる方が悪い。盗賊の世界ではそうではありませんか？まあ、その通りだ。随分と詳しいようだが。その話はいずれまた。それで、引き受けていただけますか？もし取引に応じないのなら。いいだろう。やってやる。それはよろしいことです。では、取引は成立でございますね。おや、お客さん。いっぱいおごってもらおうか。酒の魚になる話を持ってきた。申し訳ありません。私も商売でして。ヒースコートに依頼され、俺を屋敷に忍び込むように仕向けた。ああ言えば逆に必ず行くだろう。そう思いまして、ね、いかがでしたか？おごりは2杯にしてもらおうかな。ええ、喜んで。実はな。こんにちは。よし。ありがとな。おい。ありがとう。いや、ありがとな。ありがとな。ありがとな。はい。ありがとう。
ありがとな。なんだ。そのせめてお見送りをと思いまして、流石を取り戻してくれるようお願いしたのですから。取引だ、頼まれたわけじゃない。ですが。そうですよ、お嬢様。間抜けな盗賊がまんまと罠にはまっただけのこと。その通りだ。残りの流石は3つ、色は違いますが形は全て同じです。私が取り戻した流石は青流石と呼ばれています。その他の流石の名も色を冠しており、石流石、緑流石、黄流石と呼ばれます。その3つを取り戻せばこの腕輪を外してくれるんだ。ええ、その通りです。約束はもちろん守りますと。どうだかな。それで何か手がかりはないのか。ノーブルコートに住むとある学者が石流石を研究していると。わかった、まずはそこから探ってみよう。あの、なんだ。道中どうかお気をつけて。何かおかしかったでしょうか。俺が盗みの依頼を受けることになるとは。いや、何でもない。